高浦美さ夫は、千葉県木更津市出身の元プロ野球選手、コーチ。本名同じ。1984年までの登録名は、高浦美沙夫。1985年から1992年の登録名は、高浦キスケ2010年から2014年の登録名は、高浦キスケ選手時代の愛称は、高。 本名及び2010年以降の登録名に使われる、こうの字は、異字体の、こうであるが、こうに差し替えられることもある。千葉県立千葉商業高等学校では3年時の1970年に、春の選抜で、甲子園初出場を果たし、2年生エースの長島、二郎とバッテリーを組んで、準々決勝に進出するが、高了の佐伯和史に0の1で完封負けを喫す,す。 1971年に法政大学へ進学し、東京六大学リーグ加盟の同野球部では4年時の1974年周期に江川すぐるとバッテリーを組んで優勝に貢献。同期のベストナインに選出された。新人当時の江川の教育係を務めたことや4年や秋のリーグを優勝したことは、プロ入り後も思い出のシーンに挙げている。1975年に、 社会人野球の三菱自動車川崎へ入団。都市対抗には日本交換、日本石油、東芝の補強選手として出場。1979年のプロ野球シーズンオフに横浜対応ホエールズへドラフト外入団。初年度の1980年は9月23日の阪神戦で9回表に初出場。二年目の百八十一年は四月十五日の 広島戦で8回裏に、北別府学から初安打を放つと、5月14日の広島戦に8番、保守として初先発出場。3日後の同17日の中日戦で6回裏に、土の上寺氏から適時二塁打を放って初打点を記録し、リードでも、遠藤和彦の関東勝利をアシスト。3年目の1982年には、福島久明、辻康彦。 加藤敏夫とレギュラーを争い、64試合に先発マスクをかぶって自己最多の91試合に出場。1983年5月10日のヤクルト戦で7回表に井本隆から先制決勝にン本塁打を放つ。6月に入ると、同21日の阪神戦で2番手の中田、吉弘から同28日の広島戦で3番手の山本、 和夫から本塁打を放つ。シーズン途中には、若名義春が入団したこともあり、出場機会が減少。同年オフには、南海が、藤田学とのトレードを申し込んだが、結局この件はまとまらず、若手投手とのトレード話に移行した。当時の太陽保守陣は1970年代、後半から強権で、打力もある、福島久明が、聖保守として君臨してきたが、 二番手星としては、ベテランの辻康彦がいた。さらに1982年には日本ハムから、ベテランの加藤敏志を、同年には西部から吉本博が移籍。さらに先日の若な加入もあったため、福島の後の正星と見られていた、高浦の立場は、急激に苦しいものになっていた。1984年は、前年にしのぎを削った6人全員が健在であり、 結局は、若名が98試合出場で、レギュラーの座を掴んだ。高浦は、わずか8試合出場で14打数、1本塁打、打率、214であった。2軍でも20試合で52打数、0本塁打、打率、231と打てなかった。10月7日のヤクルト戦で、小花高尾から、最後の本塁打を放ち、同等日の広島戦に、 関根博氏の代打で起用されたのが最終出場となった。一軍出場がなくなった1985年、限りで現役を引退。引退後は、太陽で二軍育成コーチ、二軍バッテリーコーチ、一軍バッテリーコーチを務め、1990年には7年ぶりで横浜太陽、ホエールズとしては最後の A クラス入りに貢献。球団名が、 横浜ベイスターズとなった1993年からスカウトに転身し、北、関東、北新越地区担当や東日本、地区担当チーフスカウトを務めた。球団職員の肩書きで、太王国代表派遣コーチを務めることもあったが、2009年、退団。2010年から2011年まで東北楽天ゴールデンイーグルスに軍バッテリーコーチを務め、2012年には、 横浜ベスターズ改め横浜 DNA ベイスターズ2軍バッテリーコーチに就任2014年退団2015年1月30日日本学生野球協会より学生野球指導資格の回復認定を受けた女西国際大学コーチを経て2020年より日本ウェルネススポーツ大学コーチを務めるありがとうございます